カール・ヘルマン・フランクは、チェコスロバキア及び、ドイツ国の政治家。国家社会主義ドイツ労働者党政権下で、米面命令保護領親衛隊及び、警察高級指導者や、米面命令保護領担当国務省を務め、チェコの統治に当たった。親衛隊員であり、最終階級は、親衛隊大将、武装親衛隊大将及び、警察大将。ポーランド総督。 ハンス・フランクとは、血縁関係はない。オーストリア・ハンガリー帝国のカール・スバートに、ドイツ系の小学校教師、ハインレヒ・フランクの子として生まれた。母は、パウリーナ。父の教育のために、チェコ系住民とユダヤ系住民を激しく憎むようになったという。1903年から1916年まで、カール・スバートの小学校と、人文ギムナジウムに通っていた。 この間の1912年に、カールスバートのドイツ人青年運動組織、ワンダー・フォーゲルの共同創設者となり、1916年まで、そのリーダーを務め、カールスバートのユースホステルの建設や、奉仕活動に励んだ。また、1914年から1915年にかけて、エガーラントでの農業奉仕活動の運動のリーダーも、務めている。 第一次世界大戦中の1916年に、オーストリア陸軍の不評連隊に入隊したが、右目が盲目であるため隊を割れた。その後も4回入隊を試みたが、いずれも入隊を拒否されている。結局1916年から1918年まで、準軍事組織、青年防衛隊に入隊した。また1916年から1918年まで、 プラハドイツ大学に在学して法律を学んでいる。ただし学位は取得していない。1917年から1918年にかけてプラハのビジネス大学のコースも取っていた。第一次世界大戦後、故郷カールスバートはチェコスロバキアの一部としてオーストリアから独立した。フランクは1918年から1921年までウィドカウィッツで 公務員として働いた後、本屋で働き、1932年からは、独立して、カールスバートで本屋を経営するようになった。様々な、ドイツ系右翼団体に所属して、政治活動を行った。1933年10月1日には、コンラートヘンラインのズデーテンドイツ共同戦線の、立ち上げに参加。カールスバートで SDH の、 準軍事組織の創設に当たった。1935年4月19日に、ズレーテンドイツ共同戦線が、ズレーテンドイツ人党となり、フランクは、初期メンバーとして入党。同党の宣伝、プロパガンダ部門の部長となった。1935年5月19日に行われた、チェコスロバキア議会議員の選挙では、カールスバートの選挙区から、 SDP の候補として出馬し、当選を果たす。1935年12月には、SDP 党首代理、党中央政治局局長に就任。当初ズデーテンのチェコスロバキア残留の立場にあった、党首編ラインに対して、ズデーテンラントのドイツ編入の立場に変更させた。1938年10月に、ズデーテン地方がドイツに割譲されるとヒトラーから、 ズレーテンの国家弁務官や大官区指導者に任じられたコンラートヘンラインの代理に任じられた。11月1日には SDP から国家社会主義ドイツ労働者党へ移籍し、同日、ハインリヒ・ヒムラーに招かれて新衛隊に入隊し、新衛隊少将の階級が与えられた。1938年12月4日にはズレーテン選出のドイツ国会議員となった。 ベ面メン命令保護領総得付け時間左から、ホルストベ名メラインハルトハイドリヒ、フランク。1941年プラハ城で。1942年9月、クルトダ・リューゲとカール・ヘルマン・フランク。1939年4月28日に、ドイツに併合された、チェコの親衛隊及び、警察高級指導者となり、30日に、 米面命令保護料総督付け時間に任じられ、ユダヤ人や反体制分子の迫害に当たった。同地の総督は初めコンスタンティン・フォン・ノイラート、男尺であり、フランクは4月に代理となっている。だがノイラートは、チェコ人に優雅的に過ぎ、フランクは、チェコ人から憎悪の対象となっていたため、1941年9月に、ラインハルト・ハイドリヒが副総督に任命され、 同地の実験も彼に移された。フランクはハイドリヒのポジションを狙っていたため、はじめはハイドリヒと対立することがあったが、すぐにハイドリヒにすり寄るようになり、副官として常に傍らに控えるようになった。そんな中の1942年5月27日に、ハイドリヒが在英チェコ亡命政府の暗殺部隊に襲撃されて、 病院へ搬送される事件があった。フランクは、ハイドリヒの服装特色を臨時に代行し、直ちに、チェコ全土に、戒厳令を敷き、ハイドリヒが死亡するまでだけで、チェコに157人が重殺されている。ハイドリヒが死ぬと再度この地の実験を狙ったが、ヒトラーとヒムラーは、ハイドリヒの公認としては、秩序警察長官のクルトダリューゲを選んだ。 新副総督のダリューゲとフランクは相当命令に基づき、チェコ人に大々的な報復を開始。9月1日までに3188人のチェコ人が拘束され、うち1357人が即決裁判の末に処刑された。特にリリツェムラが徹底的に破壊された。 米面命令保護領担当国務省1943年8月、それまでも実権を奪われていた保護領総督フォンノイラーとは正式に罷免され、同時に病を得ていたダリューゲも保護領副総督を含む全会議を辞した。新総督としては、前外務大臣のビルヘルムフリックが就任したものの、これは前内省というフリックの地位から見ると事実上の 左遷人事であり、彼も保護領の実権を握ることはできなかった。同年8月20日、フランクは、ヒトラー内閣に新設された米面命令保護領、担当国務省に就任し、同保護領の実権をほぼ一人で掌握するに至った。10月28日に、米面命令保護領のドイツ籍十字指導者となる。1944年2月25日より、 ズデー・テンラントの親衛隊及び警察高級指導者となる。対戦末期に起こったプラハ暴動の際にもフランクは残虐な鎮圧を行い、ラジオでは暴動を起こした者は血の海の中で溺れ死ぬこととなるなどと述べている。さらにその後、連合軍が本格的に接近してきたのを知った人々がそれを歓迎しようと続々と通りに出てくるとフランクは ドイツ軍と警察の部隊に発砲を命じ、多くのチェコ人を虐殺した。フランクは1945年5月9日に、プルゼニでアメリカ陸軍に投降したが、その身柄はチェコスロバキアへ引き渡され、プラハの人民法廷にかけられることとなった。法廷はフランクに死刑を宣告し、パンクラーツ刑務所の中庭において、公主刑に処された。 彼の死にざまを一目見ようと刑務所の中庭には5000人もの、見物人が集まったという。その模様は映像に残されている。最後の言葉は、ドイツ国民万歳、ドイツ魂万歳、であった。ニュルンベルク裁判中のインタビューの中で、ビルヘルム・フリックはフランクについて、彼には、いいところもある。例えば、ラインハルト・ハイドリヒが殺された後、 ヒトラーは報復として5万人のチェコ人を殺すよう命じたのだが、フランクはチェコ人にも家族がいると言って、規模を縮小するよう遠回しに進言したのだと証言している。信仰はもともとカトリックだったが、親衛隊の方針に従って1942年に教会を離れた。フランクは生涯に2度結婚をしている。 1925年1月21日に、アンナ・ミュラーと結婚。アンナとの間に二人の息子を設けているが、1940年2月17日に、離婚している。アンナは後にズデーテン・ラント帝国大韓区指導者、代理であるフリッツ・ケルナーと再婚している。1940年4月14日に、ズデーテンドイツ人党員であったカローラ・ブラシェクト、再婚。 カローラとの間に一人の息子と二人の娘を設けた。出展出展ミラー、P357 ハット ABCDE ミラー、P358 ドイツ政府には、ライヒスミニスターと呼ばれる上級の大臣職の他に、シュターツミニスターと呼ばれる会の大臣職が存在していた。フランクの地位は、国家大臣ではなく国務省であるが、儀礼的には、 国家大臣級の待遇を受けていた。アルゲマイネ SS66 ページミラー 2006P362 ゴールデンソーン 2005P58 ミラー 2006P364 ミラー P364 ミラー P355 ハットミラー P362 ありがとうございます。